ベネラ1号の切手ベネラ1号は、1961年2月12日に、ソビエト連邦によって打ち上げられた、宇宙探査機で、世界最小の金星探査機である。当時、西側諸国ではスプートニク8号と呼ばれていた。ベネラ1号は、直径1.05メートルの円柱形のボディに、ドーム型の頭部を持つ、高さ2.035メートル。 重量6 4 3 5ラムの探査機だった。内部は1.2気圧の窒素ガスが充填され、温度を均一に保つためのファンが搭載されていた。ボディからは2つの太陽電池パネルが伸び、内部の銀鉛電池の充電を行った。ボディ側面に取り付けられた直径2メートル以上のワイヤーメッシュパラボラアンテナは、金星からの通信に使用される予定だった。 この他に2.4メートルのアンテナブームと T 字型アンテナも備えていた。搭載された観測機器は10種類に及ぶが、主なものは以下の通りである。この他に探査機には、軌道修正用に軽流マイナス414エンジンが搭載されていた。内部の温度調整はモーターを備えた熱シャッターによって行われた。 ベネラ1号の打ち上げは2回のステップで行われた。最初のステップでは、R-7 シリーズであるモルニアロケットを用いて、探査機と4段目ロケットをスプートニク8号として、地球から229から 282km の大気軌道に乗せ、その軌道上から4段目ロケットを点火して金星に向かう軌道に乗った。これは、 軌動場からの効率的な打ち上げの最初のデモンストレーションであった。またそれは無重力下で動作する世界初の再転化可能なロケットエンジン 11D33 の最初の使用例だった。地球から190万キロメートル離れた地点において行われた3回のテレメトリー送信は無事成功し、地球磁気境界面付近で集められた。 太陽風と宇宙船データが送信された。そしてこれにより、ルナ2号で発見された太陽風によるプラズマが新宇宙にまで及んでいることが確認された。しかし7日後に予定されていた観測データの送信は行われなかった。その後、1961年5月19日及び20日には、ベネラ1号は金星の10万キロメートル以内に接近し、そして、 太陽周回軌道に入った。6月には、英国のジョドレルバンク天文台の電波望遠鏡の助けを借りて、ベネラ1号からの弱いシグナルが検出されたとの話もあるが、詳細は不明である。ソビエトのエンジニアたちは、ベネラ1号は太陽方向センサーが加熱したために故障したと考えていた。ベネラ1号は宇宙船設計の重要なマイルストーンだった。 最初の近代的宇宙探査機であり、それまでにない多くの先進性を備えていた。フライト中の大部分は姿勢を安定させるために、機体にスピンをかけていたが、それにもかかわらず、中間軌道修正を行えるように設計されており、その時にはスピンを解除して、太陽と星の測定によって、機体の向きを決定し、三軸安定モードに入るようになっていた。 そして金星に到達後は今度は太陽と地球を使って別の三軸安定モードに入りデータをパラボラアンテナで中継するようになっていた。バニラ1マスターカタログ NASANSSDC2013 年9月24日閲覧ありがとうございます。